It's Saturday, 3 p.m. Got any plans? Or got nothing to do? How do you feel right now? Why don't we just chill out and hang out? Panasonic presents 音おかし。10月8日土曜日午後3時。皆さんいかがお過ごしでしょうか。アレクサンドロスのボーカルギター川上洋平です。さあ本日10月8日はですね、世界渡り鳥デーということでですね、ちょっと、我々アレキサンドロスの代表曲となっております渡り鳥、アコギで生演奏をちょっとお届けしようかなと思います。追いかけて届くよ僕ら一緒に羽ばたいて、追いかけて嘆いたよ街はいそう輝いて、渡り鳥のように はい、こんな感じでね、ワンコーラスもいかないぐらいの、オープニングとなりましたが、いかがだったでしょうか。実はですね、この世界渡り鳥では1年で2回あるんですよ。5月と10月の第2土曜日、こちらが世界渡り鳥デーなので、まあ土曜日、放送の音おかしは必ずこの日に当たるということでございまして、毎年2回はこの生演奏をね歌わなきゃいけない感じになっておりますが、皆さんねお付き合いいただければと思います。音おかしが続く限りこの僕の生演奏がね2回は必ずラジオで聴けるということになります。聴けるというか聴かされるというかね、わかりませんが、まあそんな感じでね、珍しいオープニングになりましたが、基本的にはチルアウトなパナソニックプレゼンツ音おかしをお送りしていきたいと思います。さあ今日も素敵な音楽とともに、それぞれの場所でそれぞれの楽しみ方をしてくれたらなと思います。This program is brought to you by Panasonic. シカゴロ、洗濯の回数が増えて、洗剤や柔軟剤にまつわるストレスも増えているそうです。そんなあなたに、パナソニックの洗濯機。洗剤、柔軟剤、自動投入。面倒な計量はお任せで、入れすぎの心配もありません。トリプル自動投入ならおしゃれ着洗剤も入れられます。今こそ自動投入で新しい洗濯を、ハッシュタグ洗濯プロジェクトです。 Panasonic Panasonic Presents 音おかし。Thank you.
ドロス川上洋平が東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお届けしているパナソニックプレゼンツ音お菓子。1曲目にお届けしたのはトレドでフレイク。このトレドはですね、まあ、オハイオ州、アメリカの、ね、オハイオ州にある工業都市の地名なんですが、まあ、トレドというバンドは、まあ、2人組でブルックリン出身 の, このバンドなのか、ドリームポップデュオなのかね、ちょっとジャンルですけどあると思うんですけど、すっごく素敵なこの曲、私の最近のドライブソングになっております。ドライブするとき必ず1曲目にかけるんですけど、この秋のね雰囲気にぴったりなのかなと思いますね、うん、最初のイントロが鳴った瞬間にね秋の色が、ね、目に浮かぶというか頭に浮かぶというかね、うん、そんななんか素敵なこのサウンドを持ってます。素敵ですねトレード。さあ、私事なんですけど、先日、9月28日ですね、私川上洋平の初のエッセイ本余白が発売となりました。はい、買っていただいた方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。皆さんからの感想がリスコムの方に届いてるということで、ちょっと読んでみたいなと思います。ラジオネームカミコンさん、余白写真ももちろん素敵でしたが、何より川上洋平そしてアレキサンドロスを深く知ることができ、胸がキュッとなる感情を覚えたし、何より感動しました。自分がハマった音のルーツが順風満帆な道ではなく、もがき生み出されたその先の唯一無二のものなんだなと腑に落ちた気がします。次のステージは何を見せてくれるんだろうと期待が膨らみました。ありがとうございます。まあ、川上洋平というか、まあ、アレキサンドロスでね、私はまあデビューしていて、まあ、世に出ている時もですね、まあ、アレキサンドロスの川上洋平として出ているんですけど、まあ、この本はアレキサンドロスのことも語っていますが、川上洋平での視点なので、またちょっとこう違う感覚で体感していただけるのかなとは思いますし、まあ、あとは何でしょう、別にファンの方でもなくても一人のバンドというものを選んでいった人生をね、こうちょっとこう垣間見るような、まあそんななんか物語的な雰囲気もなんかあるのかなと今になって思いますけどね、うん、だからまあ一人の男の話をちょっと読むような感じで楽しんでもらえたら、それもそれで面白いかなと思います。さあ続いてまいりましょう。ラジオネームさくらさん、今すごい人気の人も必ずそこに至るまでにいろんなことをしてきてたどり着くことができるのだなと思いました。私は今中学生なのですが、人生そんなに甘くないぞということを洋平さんが教えてくれた感じです。まあまあそれは人それぞれねあると思いますけどね、私もね、変な話シリアに行ったということは結構大きかったんですね、僕の人生で。そこで例えば洋楽を知ることができたし、まあいろんなこう外国人の方と話したりとか、まあそれでしかも英語で、ね、喋ったりしたんで、まあ洋楽が身についた英語で話せるようになったっていうね、結構そこは結構アドバンテージなのかなと思いますしね、うん、まあそれをどう活かしていくかとか、それをどうやって自分がやりたいことに活用していくかっていうのはまたそれぞれだと思いますけどね、まあそういったこうチャンスだったりとか自分にしかないアドバンテージみたいなのをうまく利用してほしいなと、そういうことはまあちょっとなんとなく思いますね。そういったことも結構本に盛り込んだので、よかったら読んでください。そんな感じでたくさんの感想が届いているそうです。ありがとうございます。本当にあとはですね、結構各地でですねお渡し会というのはねあるんですよ、まあ、ポストカードにサイン書いてお渡しするという会だったんですけど、そこでまあ直接買っていただいた方の声をね聞くことができたんですけど、本当にね貴重な機会でしたね。まあバンドでねこうライブやったりすると、生でこうね演奏を届けて、生でこう自分の声を届けてるような感覚になってるし、まあそれは間違ってないんですけど、お客さんから直接ね声をしかも結構な近い距離で聞けるってね初めてだったかもしれませんね。うん、まあだからまあもちろん本の感想もそうなんですけど、この前ツアー行きました、でそのツアーの感想だったりとか、でこれからアリーナツアーがあるんでセットリストこういう風にしてくださいとかね、そういった話も生の声で聞けてすごくね貴重だったなと思います。うん、嬉しかったし楽しかったしね。あとですね、ラジオのリスナーの方がすごい多くて、ラジオネームなんちゃらです、この前ステッカー当たりましたとかね、 T シャツ音お菓子 T シャツを
来てくださってる方がすごい多くて、それはねめちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、なんでしょう、こう友達に会った感じに変な話になりましたんで、はい。なんでね、お豆菓子のリスナーの皆さん本当にありがとうございます。そして皆さんのお力添えもありましてですね、重版が決まりました。ありがとうございます。この重版っていうのはですね、僕お恥ずかしいことなんですけど分かってなかったんですよ、僕ね。とにかくスタッフの皆さんに重版決定しました、おめでとうございますって言われたんで、ありがとうございますって言って、ちょっとこうふわっと答えてたんですけどね、なんていう説明したいんですかね、これもう一回することですよね。ということでいいことなんです、ありがとうございます。だからまあ CD 業界でいうとバックオーダーみたいな感じなんですかね。はい、まあなんでね、もうほんとね勝手が分かんなくて、その本の発売でなんかこうどういうプロモーションするのかとか、そうなんでね、まあ宝島社の方にねいろいろアドバイスいただきまして、なんとかねプロモーションすることができて、そして発売することができました。本当にありがたいなと思いますけど、まだ読んでない方もぜひ、手に取って読んでいただければと思います。したのは Man I Trust で Billy Toppy、 同じく私の余白の発売日、9月28日に発売されたこの Man I Trust の新曲なんですけど、なんでしょう、なんとも言えないこの怪しい、そしてちょっと可愛い雰囲気のこの曲なんですけどね、めちゃめちゃかっこいいです。 Man I Trust はですね、まあ、カナダの、まあ、バンドなんですけど、まあ、来日もね何回かしてて、結構ね、まあ、ソールドアウトとかもしてね、人気のバンドなんですけど、僕のこのライブ行きたいバンド、ライブ見てみたいバンドリストで、まあ、5位以内には入ってるんですけどね、この雰囲気の曲をライブで奏でるときって、まあ、お客さん多分そんなにこう、うえーって感じに乗ってないんですよ。でもなんかこう、浸りながら、こう、音に浸りながらね、楽しむみたいな。そういう感じのね雰囲気でこのメアイトラストのこの曲とか聴いてみたいですよね。いやー素敵ですね。秋にもなんかぴったりな曲だなと思います。さあ続いてはこのコーナー参りましょう。今日の選択、我々アレクサンドロスもタッグを組んでいる選択プロジェクト、皆さんから寄せられたリクエスト曲を私が選択するというコーナーです。さあ今回いただいたメッセージを、2通紹介しましょう。まず1つ目、神奈川県金崎市、ラジオネームヨッシーさん、お、いいですね、僕の出生地です。ウエさんこんにちは。こんにちは。いつも放送を楽しみにしています。ガールインレッドの We Fell in Love in October をリクエストします。いいですね。
先日の放送でお話しされていたベランダ時間、私もお風呂上がりのほてった体をクールダウンするためにベランダに出て月を見ながら過ごすことがよくあります。今の時期気持ちいいですよね。全く同じことをしています曲名にオクトーバーが入っている、まさに今の時期の曲だなと思い、この曲をリクエストしました。もうこれちょっともう親近感も湧くし、もうタイトルもこれもう今ぴったりですからね、これね。これは相当強力な挑戦者です。さあ、2つ目いきましょう。愛知県春日井市、ラジオネームニーナさん。すっかり秋らしい季節になりましたね。私は大学4年生なのですが、今は卒論を書いたり、単位が取り切れているか確認したりと、少しずつ卒業の足音が近づいてきているなと感じます。それぐらいの時期か。秋らしい陽気も相まって、少し寂しくも感じてしまいます。そんな少しセンチメンタルな私の、心に響いた秋ソングとして、アレッシア・カーラのオクトーバーをリクエストします。物思いに、ふけりがちな、秋の夜に、この音がそばにいてくれたら、なんだか明るく乗り切れそうな気がします。秋の夜長にこんな曲はいかがでしょうか。ヨヘイさんや音おかしリスナーの皆さんに聞いてもらいたいなと思いリクエストしました。よかったら流してくださると嬉しいです。どっちもオクトーバー入ってますね。困りますね。どっちだろうな。でもね、ちょっとね、今日はね、DJ としてはね、プレイリストの雰囲気を考えるとガイルインレッドな気がします。ごめん、ニーナさん。すいません。今日はヨッシーさんのリクエストにお答えしてかけます。ガールインレッドで We Fell in Love in October ね、オクトーバー、10月に、我々は恋に落ちましたというタイトルでございます。ガールインレッドね、もうほんとこの方も、早く来日してライブ見せてくれよっていうね、一人でございます。すごいもう米国ではもう人気でございますよ、こちらでは確かキャリーちゃんの一つ前のスロットかで出演してたのかな、この前、まあ、パンパンだったそうですけどね。メッセージをくれたお二人には、番組特製ステッカーをプレゼントさせていただきます、この今日の選択ではあなたからのリクエストをお待ちしています。そのセレクト理由なども添え、用法問わずおすすめの一曲を送ってきてください。 Panasonic Presents 音おかし。洗濯物をきれいに洗う、そのためには洗濯槽が清潔じゃないと。そんなあなたにパナソニックの洗濯機自動送洗浄、すすぎのたびに洗濯槽を自動でお手入れ、嫌な黒カビの発育を抑制することができます。今こそ清潔な洗濯機で信じられる洗濯を、ハッシュタグ洗濯プロジェクトです。パナソニック。アレクサンドロス川上がお送りしてきたパナソニックプレゼンツ音おかし、そろそろ別れの時間です。番組では皆さんからのメッセージリクエストをお待ちしています。番組内で採用された方には特製ステッカーをプレゼントします。そう、この前のあのお渡し会でもですね、あのこのステッカーをあのスマホに貼ってくださってる方がすごく多くて、めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。まさにね、そうなんですよ、スマホに貼っていただけたらいいねみたいな感じでこうスタッフとみんなでこう作ったんですけど、あの音おかしステッカーね、本当にちゃんと貼ってくださっててありがとうございます。はい、それでは恒例のお菓子クイズ早速参りましょう。
いや、ちょっとね、これはね、俺大好きなんですよ、このお菓子。このお菓子の通常バージョンがすごい好きなんですけど、まあ、秋ということで、まあ、秋のこのフレーバーなんですかね。限定だと思います、これは。はい。まず箱を開けます。この箱がね、このお菓子のね、まず素敵なポイントですよね。まず、紙の箱を開けましたら、ちょっとこのパリパリの包装紙がありまして、それをこう、パッと開けます。あ、いい匂いしますね。これもちょっと期待できますね。さあ、いただきます。贅沢ですね。はい。そう、このお菓子ちょっとね、皆さんがもう絶対ご存知のお菓子だと思うんですけど、ちょっと高級感がやっぱあるんですよね。他のお菓子よりも。うん。なんで僕はまあちっちゃい時は、なんかこう自分ではあんま買えなかったような印象があるんですけど、今大人になってね、これ買って、スタジオとかに置いておくとみんなね、食べたがってね、すぐなくなるんですけど、ちょっとこの音だけでわかるかな？わかんないかな？この香りはね、僕が好きなフルーツの中で、まあ、5位以内には入るかもしれませんね。そのフルーツのフレーバーです。当たった方には、番組特製ステッカーをプレゼントさせていただきます。こちらの正解は毎週金曜日にオーディオプラットフォームオーディにて配信しているスピンオフで発表したいと思います。次回は10月14日金曜日21時、それまでに回答を送ってきてください。そちらのスピンオフではあなたの選択と題して皆さんからのお悩み、進路相談なども受け付けております。どんどん送ってきてください。本日のプレイリストは何曲かプラスして番組の Spotify アカウントにアップします。さらに東京 FM が運営するファンコミュニティリスコムにパナソニックプレゼンツ音おかしのルームが開設されております。すべては番組サイトから www.tfm.co.jp/おかし。それでは皆さん、おかしな週末をね、秋の夜長、皆さんぜひこの、私の本、余白を、読んだりね、していただければと思います。ここまでのお相手はアレクサンドロス川上洋平でした。 Enjoy your great weekend。This program is brought to you by Panasonic. I wanna fly so far away with my guitar, guitar じゃない